9月24日ブルーノート東京でプロギア ID ナブラ RS の記者発表会が行われました。皆様、本日はプロギア新商品発表会にご来場いただき、この日サプライズゲストとして参加したのはミュージシャンのチャーさん。チェンジという曲を始めさせていただきます。チェンジをテーマにプロギアの新たな挑戦が始まります。デビュー、今回はプロギアから登場の ID ナブラ RS の特集です。ゴルファーを本気にさせる RS01 と02、 2種類がフルラインナップした ID ナブラ RS のポテンシャルを実践ラウンドで徹底検証していきます。素晴らしい。じゃあ私フェアウェイ右サイドから、はい、フェアウェイいいところですね。いいところですね、はい、狙えるアングルですね、綺麗に。じゃあセカンドスプーン持ちました。はい、はい、ここもね、またソールに工夫がしてあって球拾いやすそうですね。うん、よいしょ。うわ、気持ちいい。完璧ですね。低すぎず高すぎず前にしっかり行ってくれてるので、一番その距離も出ますし、なんかそんな危険性もないような球の高さでしたね。そうですよね、はい、120点の球出ました、はい、完璧ですね。やった。これはですね、少しあの右ドッグレッグがきついので、ちょうどこの山の中腹にあの小さい木が立ってるんですけど、あの上ぐらいですかね、狙いが。でこれは RS のですね 3UT というやつですね。19度のロフトのやつで、ナイス。うわ、狙い通り100点満点のラインですね。あ、そうですね、今狙ったとこは行ったので、まあ、どこに止まったかわからないですけど、うん、ただ今少しですね、つま先上がり強かったんですけど、はい、でその分やっぱ少し球引っかかってしまうかなと思ったんですけど、全然引っかからずに行ってくれましたね。はい、フェアウェイウッドとユーティリティも、はい、まず気がつくのが抜けがすごくいいですよね。そうですね、うん、今回はですね、フェアウェイウッド、ユーティリティともにですね、まあ、ソールのこう設計を工夫しておりまして、スライディングソールという名前をつけてるんですけども、ソールのこの部分がこうえぐれてまして、地面と接地する点というのがですね、こちらのヘッドの前面とですね、後ろ側、この2点でこうしか接地しないというところで、その効果によってより芝を切るような感じでヘッドが抜けやすいという設計になっております。もちろんフェアウェイユーティリティはフェアウェイからだけではなくて、ラフっていうところからも使用しますので、そういう意味ではかなり今回のこのソールの設計によってその効果が高まっていると思っております。またあの抜けもそうなんですけど、球もすごく拾いやすいですよね。そうですね、フェアウェイウッドは、クラウンに CFRB という、まあ、カーボンを採用してまして、ディープフェイスなんですけど、それによる、まあ、低重心化というのを測ってますので、よりこうヘッドが下に入りやすくてボールをこう拾いやすい、そういう設計になっております、うん、まあ、フェアウェイウッド、そしてもう一つ、はい、やっぱり抜けの良さが際立ってたのはユーティリティだと思うんですが、はい、フェアウェイウッド同様にですね、ソールにはスライディングソールを採用してますので、こちらの方で、まあ、ラフからでも芝をこう切るようなイメージで、すごく抜けのいいヘッドになっております。フェアウェイウッド同様低重心化というのを測っておりますので、まあ、やはり使用状況、ラフであったりフェアウェイだったりありますので、そこからでも高い弾道で、ピンをデッドに狙える、そういうユーティリティに仕上げております。3オン狙うには絶好のポジションに来ました。最高ですね、フェアウェイど真ん中。僕これから初めてあのアイアンを打つんですけれども、はい、ドライバーは ID ナブラの RS の02 で、はい、でアイアンの方はこの法事堂のタイプなんですけれども、01の方ですね、はいはい、大久保さん、こういうセッティングも。そうですね、あの両方チタンフェースとフォージドとありますけども、02を使われてもフォージドでも構いませんし、まあ、ヘッドの重心の設計とかもですね、その辺は組み合わせできるような形で設計しております。うん、距離的にはちょっとアップも入れると120ちょいぐらいあるイメージなので、ちょっと9番アイアンぐらいで、はい、はい、120ぐらい見ていいと思います。そうですよね、はい、うわ、高く上がる。完璧ですね。高い。ナイスオン。止まった。気持ちいい。いい高さですね。あのゴルフやっててよかったなと思う瞬間です。ちょうどおそらく80ヤードぐらいだと思いますので、はい、51度、57度っていうこの RS のフォージドウェッジを持ってるんですけど、今回はじゃあこの57度で打ってみたいと思います。はい。はい、
うわー、ライン出てますね。 うわ、スピンも止まった効いてますね。はい、はい、すごい綺麗なやっぱりライン出しですよね。そうですね。裾野カンツリークラブの3番ホール370ヤードのパー4、ドライバーで正確な方向性と飛距離が欲しいこのホール。 RS02 を使用するカイドウさんのティーショット、ちょっとフェードで OK、 カメラの横から、はいはい、あ、戻ってきますね。そうですね、フェアにこうグーッと持ってきましたね。はい、はい、じゃあ行きます。これセカンド僕のボール飛んでますよ。ですか。すごいです。ナイトコーチのじゃないですね。いや、僕はあのちょっとラフなので。え、370ヤードのところでもう残り100まで。本当ですね。来てますね。はい、うん、ナイスショー、高く、あ、理想的なフェードです。うん、ナイスショー、乗りましたね。はい、オッケーです。はい、いい球ですね。これ綺麗にこんなターフ取れるんだって今までの僕の経験上あんまりないです。そうですね。プロたちがよくあの四角いターフが取りたいって言うんですけど、本当にそういう感じの四角いターフが取れてますもんね。はい、これはおそらくそのソールのこの抜けの良さみたいなものがこのターフの形ですとか深さに影響があるんじゃないかなと思いますね。こう抵抗感なく綺麗に大久保さん入りますもんね。そうですね。これちょうどバンカー避けたいい。そうなんですね。あのマネジメント的にあの左より右の方がセカンドが狙いやすいと思ったんで少し右狙ったんです。まあちょっとラフいっちゃいましたけどね。うん、そう、綺麗に上がりましたね。ピン方向いってますよ。ドン、ラフでも止まりますね。止まりますね。高さが出てるので、ね、高さで止めてくれてる感じですね。もうボールの重さと高さでドンと、はい、今ラフなのでスピンはやっぱりあまりかからないと思うんですけど、うん、やっぱりこれだけ高さが出てくれると止まってくれますよね。あ、じゃあ高く上がる恩恵ですね。そうですね、うん、はい、じゃあお先に行きます。はい、もう楽々オッケーバディですね。はい、これは大丈夫だと思います。ナイスバディ、ありがとうございます。もう3ホール目に来ましたね。ありがとうございます。いや、来ました。そしてトーナメントの中継ホールとしてもおなじみ17番ホール149ヤードのパー3です。堀さんが使用するのはチタンフェイスアイアンの8番。よいしょ、オッケー。あ、ピン方向行ってますね。伸びましたね。お願いします。うん、いいところですね。でもね、チタンフェイスだとしっかり飛びますね。そうですね、若干距離も出るような設計になってますんで、はいはい、へー。 ID ナブラ RS はアイアンが2タイプ出てますよね。はい、軟鉄鍛造とチタンフェイスと、はい、それぞれの特徴を教えていただけますか。はい、まずフォージドアイアンですね。はい、こちらは軟鉄鍛造、そして中空構造になっております。で、まあ、より操作性とか打感っていうのを重視するゴルファーに向けておりますので、まあ、ストレートで構えやすいヘッド形状というのを採用しております。さあ、そしてもう一つがチタンフェイスですよね。はいはい、こちらもですね、ターゲットとしては、まあ、あの同じように熱心なゴルファー向けなんですけども、うん、まあ、アイアンでもより飛距離を出したいという方に向けて、今回、作っております。フェースとボディの間に振動吸収材っていうのを入れてまして、うん、まあ、それによって、打った時の打感がこう気持ちよく柔らかく感じるというそういう設計にしております。あとは、まあ、もちろん飛距離もこう出しやすい設計になってますから、はい、その部分が今回のこのチタンフェイスの特徴になります。これ選択肢があるっていうのはすごくいいですね。はい、そうですね。他にはない完成度、プロギア RS 登場。フィールズですね。やっぱ持った時になんか分かるじゃないですか。
うん、やっぱりいい音するときっていいショットじゃないですか、やっぱりそれどんなショットでも。結局は自分との戦いっていうので、まあ、そういうところではなんかやっぱり音楽を作るとか演奏するとかそういうことにちょっと似てるかなと。イメージを作らないといけない、そういう意味ではやっぱりいつも同じ状態っていうのはありえないじゃないですか。仮に同じコースで100回やったとして一台一台イマジネーションを持つっていうのが一番魅力ですね。他にはないプロギア RS。